お久しぶりです。金髪物語春部です。いや、超久しぶりになってしまいました。もうかなり空いちゃって、なんかもう本当に説明する間もないぐらい最近忙しくてですね、まあ、本業白坂町地域おこし協力隊の仕事がもう超絶に今ハードで、まあ、すっごい楽しくやらせてはいただいてるんですけど、本当に大変で、もう私今まで卒業制作、大学4年生芸工大いた時の大学4年生の時の卒業制作が一番しんどかったってこういろんな人に言ってるんですけど、まあ、それに並ぶぐらいやばいぐらい忙しくて、でまあもう適度に遊びも入れないと、私結構繊細というか胃腸が弱いタイプなので、ストレス発散で休日は全力で遊んでるんですけど、もう自分の時間が本当にちょっとしか撮れないっていうのもあって、動画がこうなかなか出せず、本当に楽しみにしてくださっている方には申し訳ないです。でまあ寒くなってきて、もうちょっとで冬なので、スノーボードするのってすごいいろんな人に心配で聞かれるのもあるし、期待していただいて聞かれるのもあるんですけど、スノーボードはやります。イエーイ。まあお医者さんからはもう夏っていうか梅雨ぐらいから、まあ、スノーボードしてから抜擢しなよって言っていただいていて、キッカーとかそういう、まあ、横倉の壁とかは入れないというか入らないですけど、まあ、フリーランでその蔵王の魅力を伝えられる活動は今年もやっていきたいなという感じ でそれに、先立って雪山アプリの公認にもならせていただいたりとか、他のスキー場、県外のスキー場何か所かからお声掛けいただいていて、まあ、今年は県外での撮影も結構入る予定です。まあ足は無理せずって感じなんですけど、怪我をしたからこそ伝えられる新しい世界見方とか、まあ、私にしかできない表現があると思ってるんで、まあ、その感じでやっていきたいなっては思ってるんですけど、まあ足どうなってんだって気になってる方も結構金髪物語の登録者さんは多いと思うんですが、足はですね、骨はもう完全にくっつきました。レントゲンがこちらということで、まあ下骨って言ってこう骨の周りからこうモコってなって、それが、まあ、補強されてくっつくので、まあ、100% ではないですけど、折れたところはもう折れないそうです。プレートもボルトも入ってるし、右足のすねはもう多分折ろうと思ってもなかなか難しい状況なんですけど、まあ、他の骨折らない程度に、今年もスノーボードしていきたいなと思ってます。で、まあ、それに向けての準備とか、あと金髪物語グッズとかの準備もいろいろ進めててっていうので、もう本当に時間がなくて、なのでちょっと11月は1本2本出したいんですけど保証ができません。12月は冬に入って出していきたいなとは思ってるんですけど、ちょっと準備期間必要だなっていう感じなので、11月はまあ出したいという気持ちはすごいあるんですけど、なんせ時間がないので、まあ、出す努力はしたいと思います。その足の話に戻るんですけど、ちょっと話が下手くそで本当申し訳ないんですけど、足は走れないって言ってたと思うんですけど、前ジャンプしたりも禁止されてるって、結構階段も早く登れるようになったし、全力疾走はまだちょっと怖いっていうのもあってできてないんですけど、小走りとかは全然できるようになりました。まあだいぶ体も本当に動くようになってきたし、その まだ天気最近良くなったり悪くなったりが激しいんで、こう低気圧と高気圧がこう波がすごいと結構痛くなったりはするんですけど、腓骨の方が結構痛みますね。あと足の甲と
うん、なんか足つったりとかで、足首は痛くはないんですけどもやもやする感じで、マッサージすると結構マシにはなったり、シップ貼ったりいろいろ対策はしてるんですけど、まあ、現在の足の状況はそんな感じです。で、まあ、週末サーフィンとかも普通に体動かしてやってますし、スケボーとかも結構やってて、不自由なく生活できるようになりました。なので本当にね、まだ1年経ってないですけど、まあ骨折したことで私のことを知ってくれた人も本当にたくさんいらっしゃるので、まあ、ここで経過をご報告させていただきたいと思います。はい、という感じで現在のその金髪物語の YouTube の更新状況と足の状況、金髪物語グッズ、ちょっと今年はビッグな人とみたいな感じで出すよっていうのと、今後について動画を終わらせていただきたいと思います。本当にちょっと話すのが下手くそで、あれもこれも話したいって感じでぐちゃぐちゃしちゃったんですけど、そういうことで、温かくこれからも応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。